皆さんこんにちは、バックカントリー穂高の太田です。2月3月に起こった戸隠市と中央アルプス、中央アルプスではですね、同時に3件の単独登山者の行方不明という遭難がありました。また戸隠市では、西岳という山の登山中にですね、2パーティーが同時にそのそれぞれ1人ずつ滑落してしまうという、同じ日にですね、同じほぼほぼ同じ時間帯にそういう事故がありました。2月に雨が降った日が何日かあって、そのうち1日はですね、結構土砂降りの大雨が降って、まあ雪がですね、一旦だいぶ溶けたり、雨が止んだ後の冷え込みでガリガリにバリバリに凍ったりとかいうことがありました。で、3月の事故も全てそれは、滑落という事故で、ロープを使っていなかった、事故になります。で、本来冬山、雪山ではですね、雪や氷があって、普段夏山で歩いているルートでも一旦滑り始めたらですね、止まらないっていうことが、そのフィールド、まあ雪があるんで当然なんですけど、雪や氷っていう状況の中で起こります。で、夏山ではですね、まあ普通にルート上を歩いていて、まあ岩場とかそういった滑落をするようなポイントっていうところが、ある程度皆さん気をつけたりとかされると思うんですけども、ロープなくても一般ルートは登れるような感じにできても、それでも滑落したらアウトっていうところはたくさんあります。でも冬山、雪山ではですね、本当にザクザクのですね、雪、ズボズボの雪で、急斜面のところが少し雪が多くなると、少し緩斜面になったりとか、あとはズボズボでですね、もしバランスを崩しても、ある程度の緩斜面では何も起こらない、滑って落ちていくっていうことはない時もあれば、またそれがですね、雪が少なめで、表面が凍っててクラストしていて、それがですね、一歩本当に間違っただけでつるんと滑ったらもう本当に止まらない、で雪は硬いからピッケルも刺さんない、いくらストッピングをしても刺さんない、で弾かれるだけ、その間にスピードがついてしまってもう何もできなくなってしまう。で、その後に今度はこう自分が滑落していくと、途中の雪を巻き込んで落っこちていくとですね、その自分が止まった時にその上に雪がドサッとこう上から落ちてきて乗っかって、今度はこう捜索もできないっていうような状況があります。それはもう本当にその時の状況次第なんで、いつその時が来るかわからないっていうようなことなんですけども、そのうちの3名の方、西岳でお二人で、中央アルプスで3人の方が一旦行方不明になって、ただお一人はその場所が分かっていたので、その後天候の回復を待って、それでも2週間かかったと思うんですけど、ピックアップしたと。で、西岳のもう一人の方はまだ未だに見つからない状況になっています。雪に今埋まっているんだと思われます。中アルプスの方はですね、もう3人とも回収されたんですけれども、お一人は 200m ぐらい滑落して、で雪がかぶっていて、その後も雪が降ったりとかもしたんで 2m ぐらい埋まっていたと。で、もう一人は、先日ニュースであったと思いますけど、足だけが出ていて後日回収されたと。で、もう一人は岩場のですね、急峻なそのルートのところで、まあ、滑落して、その方もおそらく何回も同じ場所は捜索はされているので、雪に埋まっていて見つからなかった。で、それが、まあ、雪が普通の高温とですね、雨とかも含めて雪がだいぶ溶けて、それで衣類品が見つかったと、その装備が見つかって、そこからの発見に至ったということなんですけども、そのココヘリを持っていた方でも冬場の遭難事故になると、まあ、雪に埋まってしまっている、だから場所はココヘリで特定はある程度されても、まあ、ここにいるなっていうのは分かったとしても、そこにですね、救助隊が近づけないっていうこともあります。そうこうしてる間にですね、電池が切れて場所が分からなくなるのと、あと雪で押し流されていく、もうこれからはですね、どんどん雪で流されて移動していくっていうことも起こるので、ココヘリを持ってるからといって早急に、まあ、夏場はですね、まあ、3日ぐらいで、大体最大3日ぐらいでは発見に至ることがあるんですけども、冬場はですね、発見まで行くまでに、まあ、いろいろ健康が変わったりとか、ヘリが飛べないとか、そういうことも含めて2週間はかかるっていうことが起こる。で、まだ1ヶ月経っても発見されていない方もいるし、その間に電源が切れているっていう方もあるということで、まあ、ココヘリがあるからといってすぐ見つかるかって言ったらそうでもないっていうのが、冬山っていう特殊なですね、エリアになるのと、
あとは夏山と同じような感覚で単独で初めてこのルート歩くっていうような方が結構増えているんじゃないかなと、 SNS とかいろんなものに投稿したりとか、ヤマップもほぼほぼあれは SNS なんですけど、まあ自分のですね、その参考記録をこう更新していくっていうことがある意味目的になっていて、いろんなルートを歩くっていうことになっている。それはそれでいいんですけども、ただそういうことがあるぞというのと、まあ今まではほぼほぼなかったような単独で冬山を登っているっていうようなことが普通にあるっていうことなので、まあ一旦何かあったらそのロープを使えれば一番いいんですけども、ロープを使って安全確保ができてこう進んでいくっていうのが一番ベストなんですけども、それができない場合にはまあいろいろその状況によってこう対応しなきゃいけないっていう知識とか経験とか技術っていうのが必要だぞっていうのが雪山冬山になるので、そこをですねもう一度確認していただいて、本当に安全な登山してもらいたいんですけど、冬山雪山は僕もお勧めしてますけども、やっぱトレーニングしながらいろんなですね、こういう時にはこういうルートを使うとか、こういう時はやっぱりすぐ諦めるとかっていうのも大事だし、いろんなこの状況を判断して登山っていうのをですね、帰ってくるっていうのが目的なので、行ったきりっていうのが目的ではないので、帰ってくるには今だぞっていうこともそうですけども、これ登って下って帰らなきゃいけないためには何が必要なのかなっていうことも考えて登山をしていただきたいなということでお願いしますということです。まあここヘリを持ってるのに見つからないっていうケースがここ本当2月3月からですねもう連発してて、僕もちょっとこうストレスになっているというか、これどうしなきゃいけないのかなっていうところなんですけども、まあ、でも雪崩とかその後の天候っていうのもあったりとかして、救助隊員が、まあ、救助隊員の安全っていうのが第一なんで、救助隊員が近づけないってことであればどうしようもないということになるというのが、ここ数ヶ月というか2月3月に起こった、この近辺でですね、で僕が関わった遭難事故のケースということでのお穂高でした。あと、バッカンデ穂高ではですね、登山教室っていうのを開催しています。で、今、夏山の登山教室の、まあ、4月、5月、6月、7月っていう、スタート会があるんですけども、まあ、それに申し込まれれば、そこからスタートして7回のコースになっていて、7回受けていただくというような登山教室を開催しています。で、今も受付してますので、今5月と6月、7月の分受付してますので、もし興味ある方はですね、まあ、一度は参加してもらって、とりあえず最低限の基礎的なところを学んでいただいて、それから自分の知識とか経験とか技術レベルっていうのをこうどんどん上げていくきっかけになればなっていうことでやっていますので、ぜひ参加一度はしていただきたいなと思いますので、お願いします。で、あとは5月の連休に、5月の1日、2日、3日の3日間で、唐沢バカンスっていうのを開催します。その時は、残雪期の穂高、唐沢での雪の質がまた冬とは全然違って、その行動パターンっていうのも変わってくるということで、まあそういうところ、そこでいかに安全に楽しむかっていうところを学んでいただける登山教室になりますので、唐沢バカンス、まだあと数日受付をしています。20日には締め切るので、今週末には締め切るということで、まだ数日受付はしていますので、もし参加される方はですね、ぜひ参加してください。で、その時必要なものは、一応基本的には冬山装備、一式必要になります。で、冬山装備って何なのっていう方にとっては、ちょっとまだそこには参加できないかもしれませんけども、まあ、ある程度、雪山の経験が少しあって、一応アイゼンピッケルとかそういうものは持ってるんだけど、その春のこの時期のこの唐沢で、まあ、施錠訓練をしたりとか、そういうこうなんか学びたいという方があれば申し込んでいただければ参加できるということで、装備としては本当にグローブとか、本当に冬のこう嵐になるようなこともあるので、その時期でもマイナス10度で猛吹雪っていうこともある。で、吹雪の後は天気が良くなって、まあ、特殊なんですけど、天気が良くなって気温が上がって雪崩がこう来るっていうような、そういう時にどう行動するか、どう諦めるかっていうところも学んでいただくということで、開催してますので、ぜひ参加していただければなと思います。で、また夏の登山教室ではですね、最近本当に紙地図っていうのはあまり使わなくなって、まあ持ってはいるけどあまり見ない、だいたいもうアプリで済ましているって方も多いので、じゃあアプリをどういうふうに使うかっていうところも含めて、新しくですねちょっとバージョンアップして登山教室を開催しています。まあその辺もですね、僕が使っているアプリ
があるんですけども、それの使い方であったりとか、あとはそれを使ってのどういうふうに地図読みというかルートファインディングをしていくかっていうところも学べますので、参加していただければなと思いますので、お待ちします。ということで今日はですね、その冬山で遭難された方でココヘリを持っていたけども結局救出までに2週間以上かかっているというケースが続出していると。で、位置は特定はできているんだけど救助隊員が近づけないっていうような状況っていうのが冬山にはあるということと、あとはその状況はですね、本当に毎年その時その時で状況は変化するので、その本当におちゃらけた登山ができる時もあれば、見た目にはすごくこう穏やかなこう平らに見えるところがですね、一回滑ったらもうスーンとこう足を救われたら一気にもう谷底まで落っこちていってしまうっていうような状況もあるということを頭に入れて、まあ単独では登山しない方がいい、そういう時でもちゃんとロープをつけて登山をしていれば別にその谷底まで落っこちることなかったのにね、いてえで済んだだけがそういうことになってしまうっていうこともありますので、冬はやっぱり要注意というか、スマホとか SNS とかそういう流れで冬も同じようにやっていると結構痛い思いをする方がこれからも、たくさん出るんだろうなっていうことでちょっと心配しているという感じで、であとココヘリ持ってたからといっても救助隊が近づけなければ場所は分かってても助けられないってことが過去にもたくさんあるので、そういうことも踏まえて登山計画っていうのを立てていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。今日はこのティカムエボを履いていて、靴としてはアルパイン向けのソールなんで、めちゃくちゃグリップ力がいいのね。こんなとこでも立てちゃう。ここ立てちゃう。ここでも立てちゃう。でしょ？でちょっと河合さんの靴はちょっと不利なんだけど、今日はまあしょうがない。その靴を使った方がいいかなって感じなんで。なので、でもイメージとしてはここでも立てることを、今これロープついてるから確認できるじゃん。こうやって確認しちゃう。あ、これいけるなと。これでもいけるんだから。でしょ？で、手が下にこうあれば、ここで足が滑ってもこうやって残れるわけよ。この足いらない。皆さんこんにちは、バッカンという穂高の太田です。今日はですね、企業案件になります。といってもこれローバーのこれティカムエボ WXL なんですけども、このティカムエボ WXL の UK の 8.0 をメーカーさんから、提供してもらって、これを履いていきたいということで、今日はたまたまですね、登山教室の岩場の講習会ということで、ヌスト岩で試してみたいと思います。このティカムエボは、ティカム2から新しく、モデルチェンジされて、このソールがですね、アルパイン向けの、まあ要は岩場向けのソールに変わりました。それとプラス、バックパッキングでも使える、このクッション性のあるですね、ソールが使われていて、この履き味っていうのを、試したいと思います。で、ティカム2の時はですね、このソールがトレッキング用の、この先がですね、丸くなっているソールが使われていて、ちょっと北アルプスの岩稜帯とかでは、ちょっと危険を伴うような、歩けないことはないけども、誰でもその靴で、そのいろんなですね、その際どいような岩場を歩けるかというと、ちょっと不安があるので、バックカントリー穂高です。はですね、あまりおすすめはしていなかったんですけども、またこのソールがアルパイン向け岩場向けに変わったということで、ちょっと試してみてですね、よかったらもうここでもうフィッティングの靴として販売もしていこうかなと考えていて、まあ、メーカーさんの方でもちょっと使ってほしいということで送っていただきましたので、まあ、僕のサイズが UK の8ですけども、送ってもらったのでちょっと試してみたいなと思います。それではやってみましょう。
ゃあ皆さんおはようございます。じゃあ今日はですね、岩場の講習ということで、このヌスト岩を登って降りてくる。で、特に登りは、まあ、ルート僕がこれから登って、その どのルートで歩いていくかっていうのを、見本見せるので、そこを登っていただくんですけども、まあ、このぐらいの岩場になると、通常登山道で出てくる岩場だと、もうはしごがかかっていたりとか、鎖がついていたりとかするんですけども、今日はここで鎖とかをなく、はしごもなく、自分の手足で登っていくという訓練をしたいと思います。で、特に下りが重要で、登りもまあ、基本はあるんですけども、下りをいかに安定して、下を見て、ちゃんと足元を見て確認をして下ってこれるかっていうのが肝になるので、よく岩場とかだと、下りでの事故っていうか、下りでの岩場での転落滑落事故っていうのが多いので、まあ、上りはねそんなに落っこちないというか、よほどじゃないと落っこちないんですけど、まあ、確率としては下りの方が危険なので、そこをいかに安定して自信持って下ってこれるかっていうところを今日訓練をしたいと思いますので、よろしくお願いします。でハーネスとあとヘルメットとでロープは一応トップロープっていう方式で、上のですね支点にロープをかけて、僕が安全確保しながらロープをつないでですね登っていただくんで、もし万が一滑ったりとか落っこちそうになっても、一応ロープで安全確保はされている状態なんですけど、まあ怪我をしないかって言ったらまた別で、岩場なのでこの打ち所とかとかぶつけてしまったりとかすると、膝とか指の骨折とかもたまにあるんですけど、まあ怪我をする可能性もあるので、その辺はですねちょっと引き締めて、はい、ロープがあるからといって、まあ皆さん多分初めてこういう岩場を登ると思うので、ロープがあるからといって全然油断は多分しないと思うんですけど、まあ怪我のないようにやっていきたいなと思いますので、で一応ですね僕がとりあえず上にですねトップロープ支点にロープをかけてくるので、そのすでにこのルートを登るので、そこを見てていただいて、イメージを作っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。スタートはここからになります。まずここに乗っかって、ここから始まります。まだちょっとこの靴がね初めて、今日初なので、ちょっとグリップ力を確認しながら。じゃあ次、2回目からはちょっと課題をちょっとチャレンジしてもらいます。本当にもう無理って思ったら違反しても大丈夫なんですけど、今日はね、一応課題、一つは手の置く場所なんですけど、手の置く場所は自分の目線よりを高くに上げない、自分の目線で手の位置よりも下、こういう風にならないっていうのが一つで、あと次が足の置く位置を、自分の反対側の膝よりも上に上げない。まあ大体膝ぐらいがギリギリセーフで、それ以上こう上げない。こういうふうに、これは違反。それよりももっと近いところにあれば、そこに乗っかって、でまた手をこう上に上げないで、手が乗せれるところを探して手を乗せたら足を運ぶ。
ここぐらいがまあギリギリぐらいが膝の位置、まあそこでちょっと高いとかはいいけど、これはアウト、ね、これとかこれとかこういうのはアウト、まあこのぐらいがギリギリぐらい、膝の位置ぐらい。そしたら手は目線よりも上に上げないで乗っかると、で乗っかる、これセーフですよ。で手の位置は目線よりも上げないで乗る、っていう感じで登って、下りも同じ、下りも自分のこの上側にある足よりも膝が下に来ない、これアウト、これよりはこの辺に乗せる、あるからね岩が。で僕はさっき左側に移動しろって言ってたのは、さっきどの辺やったかな、この辺で、この辺で下見ても見えないわけよ、この真下がね。まあ見えないことはないのね、あるんだけど見えにくい。でここにいても見えないだったら、自分が今見えてるところに移動すればいいんだ。見えないところに移動しようとしてるんだけど、見えるところに岩あるわけだから見えるところに移動する。こうやって見えるところに移動していってしゃがんで、で見えればそのまま降りていけばいいし、で手を下に下げればこのぐらい覗けるのね。手がここにあるとここまでしかいない、それを手を下ろせばここまで見える。そうするとここに乗せれるじゃん。でその後ここにも乗せれるし、そこにも乗せれるし、その前にこの辺も使えるっていうのを確認して移動していく。で今日はこのティカム2、あティカムエボを履いていて、靴としてはアルパイン向けのソールなんでめちゃくちゃグリップ力がいいのね。こんなとこでも立てちゃう、これ立てちゃう、ここでも立ちちゃう。でしょ？でちょっと河合さんの靴はちょっと不利なんだけど、今日はまあしょうがない。その靴を使った方がいいかなって感じなんで。なので、でもイメージとしては、ここでも立てることを、今これロープついてるから確認できるじゃん。こうやって確認しちゃう。あ、これいけるなと。これでもいけるんだから。でしょ？で、手が下に、こう、あれば、ここで足が滑っても、こうやって残れるわけよ。この足いらない。手が下にあれば。だからなるべく手は低い方が力入るんで、これだとすっぽ抜けたらアウトなんです。でもここにあればすっぽ抜けない。上から押してるっていうか、岩を押してる力で持ってるんで、すっぽ抜けないと。だからこういう体勢になれば非常に強い。足が抜けても OK だから、足に 100% の荷重をかけなくていいんで、こう手にもこう全体的にね、一つが抜けてもバランスを崩さない、いつもその重心の位置をこう意識しながら降りると、まあこんな感じ、これで見る、ここに乗せれるじゃん。で手をガーンと下ろせばもうめちゃくちゃ楽じゃん。こうやって覗けるんでしょ。でここにあるじゃん、でかいのが横にあるじゃんっていうのをちょっと意識して。わかった？はい。簡単でしょ？見えればここにあって、ここにもあって、ここにもあって、でこれを逆に行けばいい。ここにあって、ここにあって、っていうのを意識して2回目、3回目行きたいと。じゃあこれは違反、これも違反かな、これもアウト、ここにあるで、この辺もちゃんと見て、いざとなったら使いたいわけだから、その上ばっかり、ここ上ばっかり見てないで、この辺も見ながら、でもそのあまり上に上げないでも持てるところあるんで、こうやって登っていけばいい。で、なるべく体は岩から離した方が垂直に近いんで、重心がちゃんとこの
岩に乗っかるんですよ。この岩にこうへばりついてるとこう重心が前になるんで、ここに変にかかってると足がこうすくわれやすいんですね。こうちゃんと岩に対して重心をこう重力に対してまっすぐ立つっていうのが一番バランスがいいので、一番それで靴のグリップ力も発揮できるんで、これ下見る、はい、ここにありますよ、ね、ここにもこれだって効くんだからでしょ。こんな感じ。じゃあ2回目いきましょうか。